動画をご覧いただきありがとうございます。新山トランペットラボラトリーでございます。はい、今日の動画ではですね、はい、また編集する時間がなかったんでスマートフォン一発撮りでいきます。はい、何をやるかと言いますと、はい、このマウスピースちょっと生徒さんからお借りいたしましたので吹いてみようかなっていう動画でございます。はい、このマウスピース何のマウスピースかと言いますと、サムネとねタイトルにも書きましたけれども、ベストブラスジャパングルーブというマウスピース2種類のサイズをちょっとお借りいたしました。はい、また別の動画でこのマウスピースに関しての詳しい、まあ、詳しいというかレビュー、同じようなレビューなんですけど出す予定なんですけど、その前にちょっと吹き比べってことでね、はい、まあ、なるべくちょっと最近あんまり動画出してなかったんでちょっと吹いてみようかなと思うんですけど、はい、まあ、こんな感じでちょっと見ていただくと分かると思うんですけど、すごいんですよね、この内側のこの分かります、この階段加減、この階段加減がすごいんですよね。まあ、どんな音がするのかっていう部分で、まあ、あと 1C とこれ 3C なんでちょっと吹き比べっていう感じでやってみようかなと思います。はい、じゃあ 3C からいきますね。どういう感じなんだろうな、あんまり吹いてないんですよ。あえてちょっと新鮮な感じになるように吹かずにボタンを押してから吹き始めます。初めて吹きます。はい、初めて口をつけます。おお。なるほどね。なるほどね。はい、 1C、 次 1C のベストブラスのサイズやってみます。うん、結構 3C、 こっちちょっとあれですよね、やっぱ大きさがちっちゃいんでちょっと軽めな音が出るかな。はい、軽めというか明るい感じがね。おお、 1C 今吹いてますかね、これね、ベストブラスの。ちょっとクラシック系は難しいんじゃないかな、これ。ラプソディンブルーの最初がやりやすい。
やりやすいかもしれない。三四。ですね、ここの中が海岸状になってるのでプレスをしてもなんか空間が生まれてる感じなんですよね。プレスをしてもそうなのでなんかね何とも言えないな、これは何とも言えないマウスピースですけどね。はい、まあ別の動画でまた詳しくこれ紹介をしてるんですけど、はい、生徒さんからお借りしてますけど、率直な意見としては、ちょっと、人を選ぶマウスピースかなと思います。ただ、なんか、スラーがすごい滑らかに移動できる感じがするんですよね。なんか、スラーがすごい滑らかになんかできる理由として、ここに段差があるんですけど、なんかいい感じにね、このクッションといいますか、この隙間がいい役目を果たしてるのかなっていう感じはしますね。上の音も出しやすいのかな、どうなんだろうな。はい、そんな感じです。今日の動画はこんな感じで終わりにします。ありがとうございました。またお会いしましょう。あ、やっぱりスラーが吹きやすいですね。はい、ありがとうございました。消します